動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。天井天下を遊び尽くしてあるゾイドワイルドインフィニティブラストやっていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでですね、前回、フリークエストの20までやりまして、今回21から25までやっていきたいと思います。さあ早速やっていきましょう。速攻のコマンドウルフ、コマンドウルフ近接タイプ、相手と移動撃破せよ時間切れにならずにクリアというわけです。このクエストに行くの始めるわよ。です。ゼクター所属と思われるゾイドの目撃情報よ。ゾイドはコマンドウルフブースター装備でスピードを強化しているみたい。この調査部隊の基地に、調査部隊の基地に急速接近中。すぐに迎え撃つわよ。というわけで、ね、もう速攻で準備しろっていう話ですよね。はい、いやー黒い、なんだっけ、 AZ ドライブレードか。あれがコンボ数を少し増やすからね、通常攻撃に。多分 AZ ドライブ、あー痛い、早速突撃やられた。だってもうワンパターンだもんね、それは読まれちゃう。ダッシュってどっちがいいの。ジャーン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 、いけるか。よし、さらに、あ、炎がさ方向固定されないからさ、意外と火炎放射ね、狙い定めにくいんだよ。あ、これはダメか、これはダメか、ダメだった、悲しい。かも、あ、全部防がれてる。さあウルフが吠えたが、こちらの力押しで8ですね。ラインド2ファイト。あーっと、ライガーとかウルフとか力押しで負けちゃうな。この負け具合はな。あー飛んじゃった、遠くに飛んじゃった。あー、まあいっか、最後決めたかったんだけどな。はい、勝ちました。お、ブースターを手に入れたぞ。おお、全天候型、ハイパワーブースター EX と、アサルト、またこれ使いにくいの。なんだろうな。待ってたわ。はい、次は大地を揺るがすデススティンガー。デススティンガー、相変わらず言いにくいな。はい、デススティンガーだ、万能タイプ、相手ゾイドを撃破せよ体力 50% 以上でクリア。やってみましょう。このクエストにするのね、気をつけて。50% 以上でクリア、これはいけるか。おいおい、横からスライドして現れてくんな、びっくりする。隊長さん、巨大なサソリ種のゾイドが、現れたって聞いたが、まさか。ええ、デススティンガーが現れたわ。強力なビーム砲を携えてね。あれもゼクターのゾイドなのか。このまま放っておいたらまずいぞ。このすぐに出撃して、デススティンガーを迎え撃つ。え、巨大船違うでしょ。うわー、
バスターキャノンじゃん。あ、もうブースターはもう全員全天候型ハイパワーブースター EX ですね。もう安物なんて使わないぜみたいな感じになってるわ。さあデスティンがやってきた。いやー、ラインドワンファイト。あー、おー、マジか。そういうことする。よしよし。あー飛んだ、飛ばしちゃったよ。あーまた飛ばした、届かない。くそ、あと一歩足りない。いやデスティンガーとさ、バスターキャノン、あれ前見たっけ、この組み合わせ前見たっけ、バスターキャノンとデスティンガー見てなかったような気がするんだけどな。これ見た目的にはバリバリいい感じ。性能としてはどうなの、ちょっと試してみたくなりますよね、デスティンガーとバスターキャノン。これ結構はね、結構好きかもしれないこのデスティン。あ、レジェンドダメだ、全部くてがる。あーきつ、これは入るか入るか入るか。さあどうだ、来てます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 。ハンドパワー、あーダメだ、足りない。燃やせ、真っ赤に燃やせ、怒る心に火をつけろ。というわけで勝ちました。はい、勝ちました。さあ称号は何がもらえるのかな。まずは AZ 対空レーザー砲 EX バーサーク、バーサークか、違うんだよな。まあでも肩書きって言ってもほとんどがね、今日はどのクエストに行くのか、ゾイドに関したやつですけどもね、なかなかクエストを受けるのね。ジョーカーありそうなんだけどなかなか出てこないですね。ないのかな、相手見んの忘れたわ。まあいいや、あれ俺何やった。今回のミッションはこれよ。はい、ジェノスピノを食い止めろ。ジェノスピノ万能タイプは相手ぞ移動芸風を時間切れにならずにクリアというわけでやっていきます。このクエストに行くのね、気をつけて。うっかりゾイド変更をしちゃったのか。暴走するジェノスピノを発見、すでに街に被害が出始めているわ。このまま暴れさせない、このまま暴れさせない、直ちに出撃して食い止めて。さあというわけで食い止めに行きましょう。いいですね、ゼログライジスとジェノスピノという対決。オメガレックスがいたらな。
オメガレックスがいたらワイルドゼロのあの対決を再現したかったんだけどな。マインドアンファイト。本当本当ね、ジェヌスピノとねオメガレックスのね射撃の試合はマジで見応えあったからね。あーこれだよこれみたいな感じでね。ね、どっしりと構えて進みながらこのバカスかバカスか 両方が打ち合うっていうね。まあでもそのシーンはちょっとだけだったんですけどね。前にも話したと思うけど、ゾイドワイルド、最初のゾイドワイルドは基本的に射撃戦はやらずに鉄筋戦ばっかりだったんですよ。まあ多分その時代的なあれもありますし、時代的とかキャラ的にもありますし、まあ多分コロコロ色が強かったから接近戦をメインにした感じかなとは思ってはいたんですけど、まあさっき前にも言ったように軍事色は薄いんで、軍事色とかそのリアルな感じではなかった、リアルっぽさはなかったんで、多分そこら辺も関係してるのかなって。まあ受け入れやすい、ね、新しい子供たちに受け入れやすい感じにはしてたとは思うんですね。でその後ゾイドワイルドゼロはどちらかというと軍事色とかが強くて、まあー武器も接近戦だけじゃなくて射撃とかも使ったり作戦とかいろいろ立てたりねやってましたから。やべ、ちょっとぼーっとしてた。なんていうのかな、メイン。ゾイドワイルド無印が、まあゾイドを相棒として見てて生物的な感じかな、野生的な感じが強いっていう。で、暴走状態。でゾイドワイルドゼロがどちらかっていうと、まあ一応ゾイドは相棒っていう意識はあるものの、兵器色が強いかなっていう。まあ言ってしまえばガンダムみたいな感じかな。そっちの意識の方がちょっと強いかなっていう感じですね。まあ多分古くからゾイドを見てる人たちはそのゾイドワイルドゼロの方がしっくりくる、かもしれないですね。はい、というわけでですね、24やっていきましょう。破壊工程はミサイルとともに、デスレックス射撃タイプ、相手と移動撃破せよ、本能解放中にクリア。このクエストにするに期待してるわ。破壊工程はミサイルとともに、すごいサブタイ。なんだろう、なんか他に他の言い回しで使ってほしいよ。ミサイルを装備したデスレックスを確認。このまま放っておいたら町が一つ潰されてしまうわ。困ったわ。破壊という言葉がそのまま生きているみたい。まともに攻撃を受けないように注意するなよ。さあというわけで、ゼログライジスと、デスレックスの対決どうだったっけな。デスレックス VS オメガレックスってやってたかな。あんまり見なかったような気がする。マインドアンファイト。わあ早速ですか。早速な
何を本能解放するの。とはいえ、とはいえ、俺の敵ではないで。突撃、さらに、バーン、あ、ない。ダウン。燃やせ、燃やせ。押せ、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 見えない。カメラバーかからない。おお。いいね、いいね、今のいいね。相手が射撃で撃ってきて、それを受けつつも、ね、持ちこたえるっていう。やっぱり大怪獣はそうでないと思う。ただそのシーンがちょっと見えなかったんですが、カメラワークが悪かった。もうちょっとこうなんとかカメラワークを、いじれないかなとは思うんですけどね。ボーンブレードも使っていかないとね。せっかくつけたんです。そして火を吹く。おーっと、来るか来るか、来ない来ないよ。ボーンブレード、さらにドーン。あ、くそ、あ、痛い痛い。待って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 、よし、はい、勝ちました。今日から俺が真の破壊大帝だ。破壊大帝じゃねえ破壊皇帝TBM、TBM 地対地、二連装、戦術ミサイル EX、 わかんねえクラッシャー、あー、うーん、クラッシャーだけど今はクラッシャーは欲しくないかなっつって。確かにクラッシャーだよ。今日はどのクエストに行くのかしら。さあ次ですね、暴れるゾイドに制裁を、ギルラプター、タイプ Z 射撃タイプ、相手ゾイドを撃破せよ、ワイルドアクションでKO する、というわけでやっていきましょう。破壊工程の後に、あ、しまった、破壊工程の後にギルラプター。今日はこのクエストを始めるわよ。なんかちょっとグレード下がったなっていう感じは。もう、強力なレールガンを装備したギルラプターが現れたわ。おいおい、あれはタイプ Z のギルラプターだな。力任せに暴れられたらたまらねえぜ。このあなたはすぐに出撃して鎮圧に向かってちょうだい。でけえ、レールガンでけえ。いやー、あれもなかなか装備しがいのある、なんか小さいゾイドにはね、ああいうでかい武器をつけたい感じがしますね。色合いがめっちゃ金なんだけど、なんでそこまで金にする必要があるの。あ、ダメだね。まあ相手はギルラプターですからね、そんなに手こずりはしないものの、もう一つなんか行くという方がいいかな。よし、これでいけるね。
これでいけますよ。いけるでしょ。ストナイア足りない足りない、まさか足りない。あーちょ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 ストップ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 、ちょ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 、待って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 、おいおい待って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 、それはあかんって、それは逆転はあかんって、逆転は、あぶねー、マージ危なかった。いや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 、あ、すいません、ブースター使った後にダークホールを使うのはあまり得策ではない。手数が多い、隙がなさすぎる。痛い痛い痛い、もうちょっともうちょっと頑張りたい。これで行けるか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 、持ってこれるか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 、持ってきたが離した。お前何しとんねんちゅう話やで突き放してあがんがな、それで。はい、勝ちました。いいっすね。ミサイルだけ取れない。ライトニング、ヒューラー。今ジョーカーが欲しい状態。今日はどのクエストに行くのかしら。はい、とりあえず、25まで行きました、ですね、じゃあここ今日はここら辺で、終了したいと思います。次回はですね26から、30、あ、まだ十分ありますね。26話から30までやっていきたいと思います。ゴリラトリオコングカーニバル射撃タイプいいですね。コングタイプっていうのがね、あのコングカーニバルっていうのがねはい、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。